Captain Young, and today we are going to learn basic English. So, 오늘부로요, okay, then by today, Sarah, you finished it, you know, basic courses of Japanese. Now, today, you are in the course of intermediate. Mm-hmm. 요거는 일단은 그것도 맞춰야 돼가지고, 최대한 빨리 나가보죠. Okay, 여기까지 있구나. 141쪽. 응. 고니치와 캡틴 장데리마스. 141 페이지. 레슨 8. 자, 소코데 마테테네. 요거. 배교 してみます. 今日は 土曜日ですからね. 今日は花火大会がありますからね。今日は花火大会がありますからね。今日はお祭りですからね。今日はお祭りですからね。混んでますね。混んでますね。そうですね。そうですね。1、2、3、自由に入れてテンポ3回やってみましょう。混んでますね。そうですね。今日は土曜日ですからね。混んでますね。そうですね。 混んでますね。そうですね。今日はお祭りですからね。ここに来たことがありますか？ここに来たことがありますか？いいえ、初めてです。いいえ、初めてです。じゃあ、 그럼 앞부분에 조금 해봐야 될 부분은 今日は土曜日ですからね。よくあねるち。今日は花火大会がありますからね。今日は花火大会がありますからね。 이런 부분도 열지. 그러니까 안 연결 안 해본 거는 결국 안 나와. 보면은 쉽지. 근데 우리는 보고 독해를 하는 게 목적이 아니지. 그래서 저는 요매를 닫게 돼. 만족그 신학그 저는 지유지사이니 시제니 소이코 도와봐도 분쇼가 되려 마다 연습시마쇼. 今日は 하나비 타이카이가 아리마스카라네. 3카이. 今日はお祭りですからね。今日はお祭りですからね。今日はお祭りですからね。3回。今日はお祭りですからね。今日はお祭りですからね。ここに来たことがありますか？ここに来たことがありますか？いいえ、初めてです。いいえ、初めてです。じゃあ、ここに来たことがありますか？ここに来たことがありますか？3回。 D、D と1。相撲は見たことがありますか？相撲は見たことがありますか？はい、テレビで見たことがあります。はい、テレビで見たことがあります。第2、日本へ行ったことがありますか？ 日本へ行ったことがありますか？日本へ行ったことがありますか？はい、一度だけあります。はい、一度だけあります。はい、一度だけあります。第3、新幹線に乗ったことがありますか？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 3回。 新幹線に乗ったことがありますか？いいえ、まだです。じゃあ次、公務人気立ちたことがある鹿と似ているやり方。やり方って何でしょうか？やり方。ん？やり方。うんうんうん。 でもほとんどその漫画見てたら良くない場合よく使われますね。それがお前のやり方か。やり方どこになりますか？ああ、シルムね、似ているけどやり方は違うよ。やり方。
こういう時代はやり方が良くない場合もっと 使われているので、うん、使っていいかちょっと、うん、それが刻まるやり方かどんな感じか分かります。韓国語でどう言えばいいんですかね。韓国語でやり方、그것이너의방법이냐전혀흥미가안납니다저는나는まあ、まあ、なんか同じ感覚で、まあ、言ってみますと、人生くろっけさじまぐらいしかできないんですよね。次、違う、あの外国、最近外国人、モンゴル、ロシア、その国の名前も覚えておいてくださいね。その韓国語と全然違うので、その聞いたときわからないんですよ。例えば、メキシコ、日本語で、メキシコです。メキシコ。アルゼンチナ、アルゼンチン。チレ、チリ。聞いたら全然わからないんですよ。ブルガリア、まあ、こういうのは言ってるんですけどね。いるだけ。花火大会、お祭り。次、142ページ。だるまという人形を買うだけど、買ったけど、目がなかった。どうしてかな？もう一度やってみましょう。だるまという人形を買ったけど、目がなかった。どうしてかな？だるまっていう人形を買ったけど、目がなかった。どうしてかな。いや、ここ、いや、教科書にこれほどの美人が、べっぴんさんがいるとは。こっち、こっち、こっちですよ、こっち。こっちじゃなく。さあ、ここで日本語、その、なんでしょう、その、口言葉では、その、美人。という言葉より、べっぴんという言葉をもっと使いますね。べっぴんですよ。べっぴん。べっぴんさんだ。べっぴんですよね。その漫画見てたら、まあ、ほとんどそういう言葉しか出ないんですよ。その、これ、3回やってみましょう。だるまという人形を買ったけど、目がなかった。どうしてかな？だるまという人形を買ったけど、目がなかった。どうしてかな？だるまという人形を買ったけど目がなかった。どうしてかな。3回。だるまという人形を買ったけど目がなかった。どうしてかな。だるまという人形を買ったけど目がなかった。どうしてかな。だるまという人形を買ったけど目がなかった。どうしてかな。それ、セナちゃんはだるま知ってます？だるま。そのだるまという言葉はその韓国語ではだるまですよ。だるま、だるま대사、同じ言葉ですよ。だるま、だるま대사。そのだるま、その僧侶であるだるまはインドから来たという話があります。インドの僧侶でしたけど、その中国に仏教を伝えるために来て、その洞窟の中で修行しましたよね。それで少林寺か、少林さん、少林寺誰だっけ、その平能というその僧侶が、どうすればその悟りを得られますか、サボを切った方が良いと言いました。ダルマ、サボ、サボ。まあ中国ではちょっと違うんですけどね。ジャーバン、サボを切った方が、サボを切ってから悟りを得られるのだ。その問題はですね、ダルマが言ったのはその迷信、迷信ですよね。迷信、迷信、迷信、まあ、いらない教えとか、そういうのを
綺麗という話だったんですけど、その言葉も同じですよ。サボといえば中国では左手ですよね。それで平年というソウルがそうですか、プチン、バーン、自分の左手を切ったという話です。その後から少林寺か、その少林寺ではアミタフォ、こういうふうに挨拶します、片手で。それでダルマ、ダルマ大使、大使ですよ、大使、大佐、すごく、いや、いや、この話じゃなかったんだけど。まあ、これでその、ダルマと少林寺の伝説は、こんな、その、ピョンクから始まりました。うん、本当ですよ、本当。その本にも載ってます。他の意見があるかどうか分かるんですけどね。皆さんはこの人形を見たことがありますか？皆さんはこの人形を見たことがありますか？名前を知ってますか？名前知ってますか？知っていますか？知ってますか？両方とも大丈夫です。名前を知っていますか？名前を知っていますか？日本では何か願いことが、お、その見ないで、そのまず聞いてください。日本では何か願いが、日本では何か願い事があるとき、目のないダルマを買って、左目を描きます。そして、願ったことが叶うと、右目を描きます。今でも、試験などでうまくいったとき、ダルマに目を描く人が多いそうです。では、別々になるんじゃないですか。これがさ、絶対に。そうですよね、うん、その全部聞き取れましたか？素晴らしい。さあ、ちょっと長い文章ですけど、もうここから中級ですよ、中級。日本では何か願い事があるとき、願い事、あ、すみません、願い事ですよ、願い事。願い事、願い事じゃん、願い事。お願いは、草案ですよね、草案。おをなくしてたら、元は願うです、願う。草案を見た、願う。願います。お願いします。その願い事、ことに注意してください。じゃあ、寝言って言うんですか、寝言。寝言。願い事じゃなく、寝言なんですか？ちゃんこでですよ、ちゃんこで。その、졸면서、その、なんか半分ぐらい寝ながらなんか喋ってること、寝言。うん、願い事、さ、日本では何か願い事があるとき、目のないだるまを買って、左目を描きます。日本では何か願い事があるとき、目のないだるまを買って、左目を描きます。日本では何か願い事があるとき、目のないだるまを買って、左目を描きます。日本では何か願い事があるとき、目がない、目のないだるまを買って、左目を描きます。そうですよね。目のないだるま。その目がないじゃなく、目のないですよね。その目のない全体がだるまを飾ってますからね。寿司飾ってますから、目のない。あと、左目を描くじゃなく描きます。描くはね、文字も、その、絵も全部描きますが、描きますで可能ですよ。韓国語では、그리다、쓰다、全部描きますで解決できます。さあ、3回やってみましょう。日本では何か願い事があるとき、目のないだるまを買って、左目を描きます。日本では何か願い事があるとき、目のないだるまを買って、左目を描きます。日本では何か願い事があるとき、目のないだるまを買って、左目を描きます。次の文章。そして、願ったことが叶うと、右目を描きます。
そして願ったことが叶うと右目を描きます。叶うという言葉は漫画でもよく出てますよね。君の願い叶えてあげる。セーラームとか、その漫画見てたらこういうセリフ出てるじゃないですか。そして願ったことが叶うと右目を描きます。3回。さあ、ここだけやりましょう。ここだけ。そう、頑張ってください。さあ、今でも試験などでうまくいったとき、だるまに目を描く人が多いそうです。試験などでうまくいった。今でも試験などでうまくいったとき、だるまに目を描く人が多いそうです。今でも試験などでうまくいったとき、だるまに目を描く人が多いそうです。今でも試験などでうまくいったとき、だるまに目を描く人が多いそうです。3回。今でも試験などでうまくいったとき、だるまに目を描く人が多いそうです。さあ、よくできました。さあ、そしたら皆さん、知る。願い事、買う、左目、そして願う、叶う、右目、うまくいく、ですよね。それで、この部分は、宿題でちょっと練習して来てくださいね。はい、それで、一文章ずつ、最初見て、見ないまま、3回を早くしゃべる練習をちょっとしてほしいんです。では今日はここまでにしておきますか。帽子をかぶったまま。어제 잠을 많이 좀 못 잤구나. 아, 요즘 그리지 일어나가지고. 아. 갔다 와서 또 회전이 막혀서. 아, 훌륭하네. 아침에. 8시. 6시 막 이때 아. 아니 그게 일본 살게 되면 그렇게 돼. 이상하게 그렇게 되더라고. 일찍 일어나. 바른 생활만 되더라고. 일찍 자고. 신기한 것 같아. 아니 이게 나도 참 못해 설명을 못해서. 사람이 그. 다 같이 그러고 있어. 그렇지, 그렇지. 그러니까 똥하고 놓으면 똥이 되는 거거든. 똥은 똥길이란 말도 있잖아. 진짜 난 그 진짜 많이 느꼈거든. 심지어 연락하는 애 있잖아요. 걔가 일하는 시간에 자꾸 같이 일어나지는 거예요. 그러니까 걔네 생활 패턴이 이게 맞아지나 봐요. 동화. 그런가 봐요. 훌륭해. 훌륭해. 저번에 쌤이랑 갔다 오거나 저도 당분간 좀 일찍 일어났다고 했잖아요. 금방 안 그렇게 됐지만. 그게 또 그런 이유가 또 그 과학적으로도 또 하나 있지. 일출 시간이 일본이 빠르고. 우리랑 일본이랑. 한 시간 정도. 아니 같은 동경시를 쓰고 있어. 몰랐지. 네. 아 그건 알고 있었어요. 근데 일본이 그러니까 그러면 똑같이 쓰면 일본이 당연히 해가 더 빨리 뜨겠지. 도쿄에서 하면은 진짜 해가 빨리 떠. 오사카보다 더 빨리 뜨는 것 같거든. 한 5시 되면 벌써 거우네. 그 사람들은 또 다 일찍 일어나고 일찍 자고 막 다 그렇게 돼 있고. 일찍 자. 완전 바른 생활로. 11시 되면 졸려가지고. 아, 좋은 거지. 그거 멜라토닌인가 성장 호르몬인가 뭐 그것부터 해가지고 그게 밤 10시부터 2시 사이에 분비된다 그러더라고. 잘 때. 안 자면 그게 안 나온대. 그게 성장에만 관여하는 게 아니고 암세포 억제? 영국 연방이 나왔다. 야간 노동자 암 발생 확률 뭐 두 배, 세 배 뭐 이런. 공부해도 12시 전에 자는 게 사실 공부하는데도 수험생한테 제일 좋다. 이런 건강 상식들도 정리하고 가라고요.
그래가지고 아무튼 그 수업에서는 선생님도 열심히 카운트 하도록 하겠습니다. 어, 그게 좀 미안한 얘기인데 선생님이 카운트를 제대로 안 해가지고 그 저번에 일본인 선생님들하고 같이 수업한 거 그거는 카운트가 안 됐더라고. 어, 그래가지고 그날 이제 그 수업으로 간 거고 놀러 간 게 아니라가지고 또 내가 또 따로 또 찾아뵙고 또 사례를 했어. 어, 아무튼 그거 좀 이해를 해주기 바랍니다. 어, 어제 찾아뵙고 학생이 정말 면접 도와주신 덕분에 잘 보고 왔다고. 그것도 내가 또 부탁할 입장이 아니야. 좀, 막 그거 좀 막 기부도 하고 해야 되는 상황이라가지고 그냥 도움을 그냥 뭐 그냥 도움을 이렇게 받을 수가 없는 상황이라가지고. 그래도 어디까지나 선생님들 초빙으로 좀 그렇게 그거 이해를 해주시면 좋겠습니다. 저도 제가 카운트하는 게 아니라서 엄마가 그걸 찾는데 했는지 모르겠어요. 당시에. 그래가지고 그 선생님이 이제 그 다시 그 정리를 해가지고 내가 그 보내주도록 할게. 토요일날 선생님 내가 카운트를 해야 되는데 그 뭐 아니 뭐 나는 저번에 한 주분 빼먹고 카운트 했잖아. 한 주분 작년인가. 어, 그래가지고 다시 계산했잖아. 가지고 그래가지고 아무튼 미안한 생각입니다. 그러면은 오늘은 자 요걸로 마치고 뭐 과제라든가 이런 부분들은 조금 늘려가도록 할게요.